あーうんこなんだ、あーうんこなん。なんでトイレ行かないんだよ、ラララ。お前は大昔のアイドルか、ラララ。なんかこのスレ臭くね。友達や大好きな恋人と一緒にいるとき、あまりにも楽しすぎてトイレに行くタイミングを失うことはないだろうか。雰囲気を壊さないように遠慮していたり、実はお腹が痛いということがなかなか言いづらいようなまだ浅い関係性だったりすると余計に我慢してしまう。今回はそんな我慢が不運を呼び、ある意味で収拾つかない事件が発生したのであった。もう別れるしかないのか。メールも怖くてできない。イッチはロエム。のんけがいきなりぶち込まれたら漏らすのも仕方ない。漏らしたブツは放置してきたのか。はい、放置して逃げてきました。画像がないと判断できない。画像はちょっと別れたくないんだが、いきさつ話した方がいいですか。イッチは女なのか男なのか、はたまた特殊なお遊びでこんなことになったのか。勝手なことを言い出すスレミンに対し、真実を話そうとイッチは事件の流れを語り出す。ことの始まりは一昨日のこと。彼の家で彼と同居している彼の姉の誕生日会があった。誕生日会の準備で忙しく、私はその日は一日中トイレに行かず、寝坊し慌てていたためにいつも常備している腹巻きもし忘れていた。少し寒いと思いながらも。お前顔色悪いけど大丈夫か？デュッフ、もう元気すぎてやばいですよ。などと平静を装っていた。そして腹痛の波がひとまず収まり、私は安心してたんだ。7時になり、私以外の人は皆帰宅していった。片付けをしていたら彼の姉に、お風呂入っていきなよ。と言われたから疲れていたし入ることにしたんだ。今思えば、何が何でも断ればよかった。それで脱衣所で脱いでたらまた腹痛が襲ってきた。正直昼の時なんて血、かすレベルの痛さだった。しかしなんとかこの20年で生み出した呼吸法で気にならないレベルまですることができた。パッパと入って出ればいいやと思い風呂に入った。血、かすレベルの痛さってなんだよ。なんでトイレ行かないんだよ、わが。お前は大昔のアイドルか、わがわが。いろんな意味で匂う文章。きっと男同士で変なことでもしていたのだろうとスレミンは思っていたが、イッチは女ということが判明した。彼氏はいるが限りなくモテ要素のない魔女っぽいオタクなようで、その後の文章もかなりハイセンス。こりゃあただの女ではなさそうだ。19歳でうんこ漏らしたことある俺でもさすがに風呂はねえよ。私だって21歳で初めてですよ。そしてリンスをしている時、突然痛みが帰還してきた。やばいよ、これオリンピックレベルだよと思いながら足をつねり痛みを分散させる作戦をし、なんとか乗り切った。乗り越えられた自分に感動しながら湯船にもう一回浸かったんだ。その時の自分の心の緩みがいけなかった。肩まで浸かった瞬間全部出た。それはもう今まで見たことないくらい出た。食事中の人は悪いけど、もうバナナ2本と水タイプが魚雷のように出てった。私はうんこまみれになった。茶色に染まっていくお湯を見て現実逃避をしようかと思ったができなかった。なぜならとてつもなく臭かったからだ。これは絶対に酔っていると焦った。そして、また出た。しかも私は少し肛門が切れやすくて、案の定切れていたらしく、赤く染まっていた。どんどん臭くなっていく風呂。しかし、換気のためドアを開ければ今にいる二人にバレる。私はこいつほんと普段何食ってるんだよあらと思いながら耐え、とりあえず湯船から上がった。久しぶりに爆笑したらららら、うんこ魚雷はららら。はぁ、くせぇ。体についたうんこたちを流し再度うんこ色の湯船を見つめた。これ流せばいいんじゃね？と思い、自分頭いいなぁと線に手をかけたら脱衣所のドアが開いた。彼の姉が洗濯しに来たのだ。私は風呂の鍵を閉めた。幸い匂いはわからなかったらしくドア越しに話しかけてきた。イッチちゃん、お風呂出るとき栓抜かなくていいよ。洗濯に使うからわら。そうなんですか。エコですねわら。エコとかいいよ別のことでしてよと思った。とりあえずうんこしたことがバレないように努力した。イッチちゃん、長風呂だけどどうかしたの？いや、別に。あの今日エコやめにしません？
ダメだよわら、もったいないじゃない。でも、一回の風呂水再利用より募金とかの方がいいじゃないですか。どうしたの？そりゃそうだけど、風呂水再利用やめても何も得じゃないじゃない。誰も救われるわけでもないし。いや、ここにいるよと捨てるように促したがダメだった。風呂の湯抜いてまた湯入れておけばよかったじゃん。わかった、整理始まってお湯が汚れてしまったから洗いますで解決したんじゃね。この時は気が動転してしまい、彼の姉の言葉通りにエコ活動に参加してしまったが、スレミンのように冷静に考えると普通に対処できたのかもしれないとイッチは後悔していた。そして、くっさい風呂場との戦いはこれで終わらない。彼の姉は、とりあえず、ちょっとコンビニ行ってくるね。と言って出てった。私は今お姉さんはいないわけだし、捨ててもいいんじゃと思ったんだ。しかし、ここで約束破ったらなんか感じ悪いなと思ってやめた。置いてあったバスクリンを入れてもただクリーミーな色になっただけで意味はなかった。どうしようか真剣に考えていた時、風呂のドアが開いた。彼が私が風呂で寝てると思い確認しに来た。一瞬フリーズする私。彼も状況に気づいたのか気まずそうに口を開いた時、私はピャーと奇声を発し彼にクリーミーなうんこ水をかけた。呆然としている彼にパニクリこれはうんこじゃないと叫び私は泣きながら線を抜き服を持って逃走した。幸い追いかけてこなかったのですぐに服を着て帰った。で、携帯以外にも全部彼の家に置いてきた。今ここ、もう合わせる顔がないです。絶対ドン引きですよね。放置して逃走。自分の山図この湯船に使ってたのか。って心配になる。事態の優先順位狂うな。いつ服着たんだよ全裸で逃走か。彼が完全に止まってて全裸で逃げた後、彼の家玄関で急いできました。こんな話釣りだったら釣りがいいです。もう絶対別れるしかないのか。他人の不幸が大好きなスレミン。あの時のイッチのように止めどなく、うんこの大喜利をしていく。あじゃあ、終わったなそれ。もうすべて水に流せよ。運が悪かっただけなって、うんこだけに。弁解してこいよ。なんか前もこんな話あったよな、イッチは便乗したの。弁だけに。着いたわらわら、彼氏から連絡ないの。メールは来ていますが、返せてないです。いや。とにかく無視はまずいだろ。一回やって頭下げとけ。まあそんなことでって言えるレベルじゃないかもしれないけど、本人も傷ついてるだろうし事故なんだろうからってことで許してくれる人じゃなきゃ今後もギクシャクするだろうし、相手が許しているならそこはそのまま元通りとは言えなくても彼の元に戻ってやれ。これくらいで別れるなら無理せず別れた方がお互いのためじゃね。結婚とかしたらいくらでもうんこ漏らすことなんかあるんだしさ。いくらでもうんこ漏らすことなんかあるんだしさ。ねえよららららお前は未だにうんこ漏らすのかよららら。ら。メールにはなんて書いてあるんだ。こないだはどうもありがとう。ちゃんと家帰れた？って書いてありました。冷静すぎて怖い。なんて返せばいいのか。どうもありがとうって、うんこを。メールの文面。ごめんね、湯船でうんこ漏らしちゃった。これから私のことベン・ジョンソンって呼んでねや。大ベン・ジョンソンかわら、とか。ちゃんと返事しろよ。心配してくれてありがとう。ちゃんと帰れてるよ。そして、ごめんね。どうしようこんなんでいいんやね。ありがとうございます。その分採用させてください。とりあえずメール返そうと思います。心配してくれてありがとう。大丈夫だったよ。おとといはごめん。冷静じゃなかった。こんな感じで大丈夫ですか？イッチは初めてのうんこ事件ということで不安でいっぱいのようだが、ここは2チャンネル掲示板。過酷な人生を突破してきた先輩がたくさんいた。しかも匂いを消すためには、ある方法が効果的だとも教えてもらう。彼女じゃないけど女友達うちに泊めた時風呂場でうんこ漏らされた俺が来ましたよ。彼女のレッドで水みたいな下痢便を噴射してしまった俺よりマシだろ。俺もうんこ漏らしたことあるけど排水口の近くでしたのに1週間は匂い取れないぞ。風呂入るたびに誰かの使いたてトイレみたいな不快な匂いが漂ってくるんだ。一気はよりによって湯船とかもうね。
彼氏の家族は1年間シャワー生活決定だな。お前らうんこのトラブル多いな。わらわら、うんこのトラブル8000円送りました。彼がどんな返信しようと詫びを入れます。うんこ経験者多くて助かります。消臭剤とかプレゼントした方がいいのか。何の消臭剤だよ。ララララ渡すならバイク洗浄剤だろうが。ララララ消臭剤なんかで済むもんか。固形物を処置せず流したならガチに配管工を呼ばないといけないレベル。消臭剤とか全く役に立たないぞ。ありとあらゆる脱臭剤、洗剤、シャンプーやラリンスの香りよりもうんこの匂いが勝ってたから清掃業者呼ぶか最悪バスタブ付け替えるかぐらいですか。なんか今排水口に流すとか髪の毛とかドロドロに溶かして綺麗にしてくれる洗剤なかった？あれなら割といけるかも。多分小林製薬。返信来ました。いや、勝手に鍵開けて入った俺も悪かった。とりあえず姉さんにはバレてないから。彼が片付けてくれたんですね。絶対謝らなくては。罪深き彼女の身代わりになってくれる彼氏、こいつ相当いいやつじゃんと感動するスレミン。よかったじゃねえか。今すぐ彼氏に謝りに行きなよ。お、別れなくていけるっぽいな。これは光が見えた。彼氏イケメンすぎるな。誠意で答えろよ。なんていい彼氏。この女にはもったいない。その後、メールだけじゃ誠意は伝わらないだろうと思い、電話をすることに。この時、うんこ漏らしだけでも大事件だったのに、他にも彼氏に迷惑かけていたものがあった。電話してきました。もしもし。ああ、お前元気だった？はい。それよりすいませんでした。あれは私のうんこです。ごほっごほっ、それはわかってる。姉さんには俺がってことにしといたから。でも詫びろよ。本当にごめんなさい。私が片付けなくちゃいけないのに。今から言ってもいいですか？その方がいいけど、結局誰か片付けるし俺が翌日から風呂入れなくなるだろ。それとインフルエンザになったから来ない方がいい。ありがとうございます。大丈夫ですか？インフルって私のですよね。まあ大丈夫だから。家で土下座の練習でもしてろ。それじゃ。こんな感じでした。彼氏ありがとう、優しすぎます。インフルまで移すし。看病行った方がいいですよね。ダメ女すぎはロタラララララ。行くならポカリと栄養ドリンク、レンジで作れるおかゆくらい持ってけ。で、一言詫びて荷物渡して即帰れ。後日きっちり詫び入れろよ。詫びはお菓子でも持っていくべきですかね。せめて何かしてあげたいんですが。手土産にかりんとうでも持っていっとけ。なんで彼氏に敬語なの？もともと高校の時の先輩なのでつい敬語で話してしまうんです。今からお粥作ってポカリ買って彼の家に行ってきます。おお、行ってこい。帰ってきたら報告してくれよな。彼氏大切にな。結果報告よろ。帰ってくるの遅いな。振られたんかな。大丈夫かな。イッチが彼氏にお見舞いすると言って出かけてから2時間が経過し、もしかして振られたり喧嘩になってやしないかとスレミンが心配になってきた頃、ようやく帰ってきた。ただいまです。彼のお姉さんのご飯作ってて遅れましたわら。今日はどんなうんこ漏らしてきたの？漏らしてませんよ。事前にしてきました。なんというか風呂場は臭かったです。彼の家にポカリとお粥持って行きました。あと、配管の匂い取りも一応購入。彼の家には彼しかいなくてお姉さんはまだ仕事みたいでした。合鍵で入ったのですが意外と彼は元気そうでした。お邪魔します。お前、来るなって言っただろ。いや、お粥とポカリと匂い取りだけ置いておくので。感謝はする。けど絶対映らないとは言えないだろ。はい。でも、先輩のためになんかしないとと思って。それに私がインフルの源なので多分大丈夫です。まあいいけど、またお前が熱出しても看病しないから。てな感じに最初は少し怒ってた。でもいつもこんな感じなので怒っているのかいつも通りなのかわからない。ここで今更ながらイッチのスペックが聞きたいというスレミンがいたので、彼氏の特徴も交えて語り出した。トイレに行くのも我慢する関係性だったので、付き合ってまだ浅いのかと思いきやかなり長い期間付き合っているようだった。
スペックは私21歳女、大学生、お腹 PP、彼22歳男、大学生、高校の先輩、私が高校2年の時から付き合ってる。基本的に先輩は私に対してツンケンした喋り方なのでよく周りに心配されるわら、とりあえず中に入れてもらっておかゆとポカリ渡した。悪くないと言いながら食べてた。そして食器を洗って帰ろうと思ったら彼が作ったであろうおかゆがあった。先輩自分でおかゆ作ってたんですか？言ってくれれば私のおかゆ持って帰ったのに。別に明日食べるからいいし、お前の食べた方が食器すぐ返せるから。私は親切をするとあだになるのかと思った。でも喜んでたっぽいのでよかったのだろうか。最初より穏やかになっていた。ご飯を食べ眠そうだったので風呂場だけ見て土下座して帰ろうと思った。ドアを開けたら幾分かマシにはなっていたけど臭かった。風呂場のスポンジが茶色くなっていたので多分彼がこすったんだと思う。すごく罪悪感がして、なんでうんこなんてしたんだろうと自分を責めた。持ってきた匂い取りを置こうと使おうとしたら、もうすでに同じものが置いてあった。しかもかなり使ってあった。もういきなり結婚してもいいレベル。彼氏イケメンならあとはスポンジラララや弁償しろラララや。スポンジ捨てれやわらわら。追いついた。ちゃんと土下座したか？それからお風呂掃除をしました。なんか自分のうんこの匂いを再確認できた。とりあえず風呂場で湯船に土下座した。彼を飛ばした時服についたうんこも手揉みで洗った。意外とうんこは落ちづらいので皆さんも注意した方がいいです。それで彼が起きていたのでフライング土下座した。あれは歯を打つ可能性が非常に高いので危険。体を張ったのに彼は見てなかったので2回やった。彼氏に土下座したところで、スレミンが呆れ返る展開に、実は、一気のやらかしは今回が初めてではなかったようだ。彼に土下座する私。私もう絶対うんこしませんからトイレでします。ごめんなさい。10回くらい繰り返したかな。別にいいし、最初は嫌がらせかと思ったけどな。でもうんこ風呂掃除してくれたんですよね。うんこ水までかけて。うんこ水が口に入った時は固まったけど、うんこで、7位から大丈夫。私のうんこの罪もかぶったし、なんてお礼したらいいか。お前は昔もそんなこと言って俺にゲボかけたよな。まあ。しかも4回も。そうなんですが、ここでなぜか昔のことを掘り返される。うんこがゲシュタルト崩壊するとかなかなかない体験だ。4回なんだ4回も許してくれるんなら今回の件のことそんな深く気にしなくていいらん。余罪がゴロゴロやな。彼氏はすでに仏を超えていたのだ。確かに私は昔4回くらい彼にゲボをかけた。付き合う前に2回。受験勉強中に1回。大学で1回。その時もやばいと思ったけど、まあうんこよりマシだろう。その時もお礼するとか言って何もしてないよな。昔のことは昔のことですよ。今はうんこについてです。これも一緒に責任取れよ。あとインフルエンザも全部お前が元凶だからな。優しいと思っていた彼だが意外とイラついてたのかと心配になった。思わず号泣する私。涙とか鼻水とか止まらなかった。もはや介護の域に。一気はコーヒー吹いたわらわら。で、本当についててキーボード壊してるタイプ。詳しく言うと私は乗り物酔いがすごくてすぐ吐く。薬飲んでいようが吐く。で、高校の時は大会に行く時のバス。大学はドライブ中。でもちょっとしか吐かないからね、きれいきれい。号泣する私にビビる彼。別に泣く必要性はないだろう。なんで泣くんだよ。本当は嫌だったんじゃないですか。今日も謝りに来たのに正直迷惑じゃないですか。確かに迷惑かもしれないな。やっぱり私汚いしビビりだし。お前がなんかすると全部迷惑になるよ。覚えてないかもしれないけど、初めて会った時も足ずっと踏んでたし。彼が淡々と言うのでやっぱ別れたいのかなと思った。別れますか？その方が先輩のためですし。お前別れたいの？正直うんこするわ、ゲボ吐くわ、すぐ泣くわ、周りに気は使えないし、それに乳だし少しダサいし、見てて落ち着かないし、よく男に囲まれてるし。
別れた方が幸せかもしれない。ああもうダメだ。うんことかそういう問題じゃないと私は完全に諦めた。初めて会った時もアヒルっと踏んでたし。今日はロタ。予想していたことだが、うんこを漏らす彼女なんて振られて当然だわな。とついに別れることになりそうなエッチ。しかし仏の彼氏は覚悟を決めた。でも別れたら責任取れないから、別れることはできないな。残念だったな、うんこ女。え？見上げたらすごくドヤ顔された。まあ決定したことは絶対守れよ。いいんですか？迷惑じゃ。うるさいな、残りの人生かけて責任取れ。俺は病人だから寝る。とっとと帰ればか。呆然とする私。マジで寝ようとする彼。とりあえず抱きついた。そんなの喜んで取りますよ、先輩大好きです。わかったから帰れ。そんなやりとりを繰り返してたら彼の姉帰宅。何やってるの？なんでもない。はい。夕飯作りましょうか？てな感じでチャーハン作って帰りました。ただののろけになっちゃってますね。なんかうんこしてよかったのかもしれない。最初はただうんこで悩んで立てたすれだったけど、円満に終わってよかったです。VIPの皆さん本当にありがとうございました。皆さんも、カトロには気をつけてください。もう結婚した方がいい。結婚式で流す二人に関するムービーには間違いなく盛り込まれるな。幸せが起きてよかった、末永くお幸せに爆発しろ。彼氏の家の風呂場をクリーミーうんこウォーターにしてしまい、ピッチのお腹だけではなく彼の気持ちも冷えたことだろうと一度心配していたが、最終的にはむしろ二人の絆は深まり、結果、うんこは正義なのであった。みんなはうんこがしたくなったら我慢せず事前にトイレに行くこと。ただ、もし万が一魚雷をしてしまった時のために、パイプリュニッシュだけは持ち歩いていような。